カワイマージョン福音派キリスト教の洗礼聖教会の、心霊黒人教会の心霊心霊は、バプテスマの訳語の一つ。一般に、心霊の語を使う場合には、洗礼とは区別されたものとして使われることが多い。聖書のヨハネによる福音書とマタイによる福音書に出てくる、キリストはバプテスマを受けられ、水の中から上がられたと、そこは、水が豊かであったからだを根拠に、 バプテスト教会やキリスト教系の新宗教のセブンスデーアドベンチスト教会などは水を頭に巻く洗礼を否定し水の中に入る心霊を主張する。これは新約聖書の言語であるギリシャ語のバプテスマは本来の意味が沈めであり他の意味には訳出できない言葉だからである。またイエスは答えられた。まことにまことにあなたに告げます。人は 水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることができません。を理由に、教会員になるためには、これが最初の信仰告白とされる。バプテスト教会やセブンスデーアドベンチスト教会は、信霊を執行するため、教会の礼拝堂に、バプテストリーが設けられている。聖教会でも信霊が本来のやり方とされてきたものの、近代以降、 教会設備の問題等の要因から、雫霊式、冠水式も否定せずに行われてきた。しかし近年、浸水式の見直しの機運が高まっており、日本ハリストス製教会でも一部の教会で、希望者に対して診霊が行われるケースが出始めている。ただし、教会設備等の問題から、こうした希望に添える教会は日本ではあくまで一部にとどまっている。 なお、幼児であれば全身がほとんど入ることのできる、洗いライ,ライが多くの日本各地の聖教会でも用意されており、幼児洗礼においては、幼児の全身を聖水に浸す神霊が行われるのが一般的である。カトリックが、雫霊式、冠水式で有名だが、初期の時代にはカトリックもこの神霊をしていたとする説もある。雫礼式の頭に聖水を巻くやり方は十字軍事に、 時間がなく、また水が不足していた理由から、雫霊に変わったとする説がある。韓国や中国では、バプテスマの単語を使わず、大韓心霊協会という風うに単語を使う。日本でもバプテスト教会は、心霊協会と呼んでいた。現在でも、心霊協会を教会名とする教会がある。ありがとうございます。